サルトビヒルゼンというフィジカルモンスターに気づいた読者の反応を見ていくぜ。通ります物理。忍者にあるまじきプロフェッサーなんて異名を持つお方だ。面構えが違う。おい待て、なんだそのフィジカルは。前世紀見てみたい。ノベライズでいいから敵視点でデスエンカな前世紀三代目見てみたい。この後の卑劣様の嬉しそうな顔がいい。卑劣様結構猿のこと好きだよね。アニメだとめっちゃ嬉しそうな声で猿って呼びかけるの好き。ここだけ抜き出すとナルトをぶん殴りに来てるように見えるのがね。卑劣様のスイトンでも神気が多すぎて破壊が間に合わなかったのに、ゴリラパワーで一直線にやってくる猿には参るね。プロフェッサーなはずなのに出てくる描写で大体フィジカルの方がおかしい。レベルを上げて物理で殴ればいい。最強のヤンホモジジイを物理の極みで追い詰める被災の忍者がいる世界だから、最終的に空手に帰結するのは必然だよね。多分オロチマルくん憧れるところ間違ってると思うの。あのフィジカルと近接戦闘の強さ、波の人間ならあの境地にたどり着いただけで十分に満足して終わってしまうというのに、それに溺れることなく忍術の研鑽に努めて全ての忍術を習得した存在に憧れるのは何も間違っていないわ。若猿時代とか卑劣様の卑劣な術や戦略をぐんぐん吸収した上で物理担当もこなせる若造って育てて楽しかったろうな卑劣様。やはりゴリラ。ゴリラは全てを解決する。柱間も木遁だけじゃなくて体術もアホみたいに強かったみたいだから、やっぱりゴリラパワーは大事だよね。バトル漫画は最終的に頼れるのは鍛えた自分の体よになるのが常だからな。柱間とマダラもフィジカル極めた上での強さだからな。しかしヒルゼンの強さを見るたびに、アスマとコノハマルが物足りなく感じてしまう。三代目が異質なだけで、あの二人も優秀な部類ではあると思うんだけどな。冷静に考えたら人為月を破壊して突き進める由来もなんもねえ怪力って一番理不尽じゃないか。ノー空手の忍者落ちで言ってるからな。何がヤバいって、この人はこのフィジカルに加えて基礎の忍術もフルに極めているという。独自の技が見てる限りでは特にない分、基本を極めて強くしてますみたいな、ウルトラマン兄さんみたいなあれ。でも後継者選びは失敗したわよね。せっかく選ばれたのにすぐ死んじゃってみんな残念がっていたわよ。卑劣様とかオロチマルとかひねくれ気味な相手に好かれやすい気配がある。術を使う自分が弱いと死んで終わりだから、ゴリラに行き着くのはすごく合理的だよね。結界限界や固有忍術を除いてあらゆる忍術を収めたということは、それの運用方法や適正場面、弱点についても知っているということ。あとはフィジカルがあればこの通りよ。三代目が成長したナルトと絡んだのここだけなんだよな。もっと話してほしかったし、成長したナルトを見てほしかったし、一緒に戦ってほしかった。サスケの方が多く話してるくらいじゃねえか。相手の人数分、シャドウ分、真実でばらけて、相手の実と同じ実で相殺し、隙ができたところを如意棒空手で粉砕する。わ。かっこよすぎるんだが。あれはわしが抑える、隠居したおじいちゃん。それが今やこの程度。退屈すぎて沿道を渡すときすらあくびが出るわ。男の子はみんな高性能じいちゃん大好きなのよ。この人だけ特に何がすごいのか伝わらなかったなぁ。キュービを里の外までぶっ飛ばす金棒が、通常攻撃。年老いて隠居した身でキュービをぶっ飛ばして人為月をぶった切るところ。初代と二代目二人がかり相手にしてギリギリ対抗できるくらいの力ある時点でとんでもないと思う。五代性質を全て高レベルで扱える本来輪廻眼がないとありえない。年老いた状態で九尾をぶっ飛ばしたり、卑劣様が対処しきれない人為月をぶった切る圧倒的フィジカル。劣化しまくりの老体で、千住兄弟とオロチマルの三人を相手にたった一人で戦える強さ。ちなみにオロチマルには10年若ければ私を殺せたと言われてる。港の式風神をたった一回見ただけで完璧に再現して、さらに影分身での応用まで開発する応用力。帯との愚動玉を見ただけでどの性質が組み合わさってるかを一瞬で見抜く頭脳。控えめに言って化け物。歴代最強の火影に恥じない実力の持ち主だよな。そのはずなんだよな。でも実際江戸天って復活した後の活躍はその点しっかり意識して書かれてたと思うんだよね。当時は忍者なのに若返りの術使えないのかと思ったら死後に綱手が出てきた。もし綱手みたいに若返る術を習得してたら前世紀のフィジカルでオロチマルもねじ伏せられてたんだろうか。千住一族とかいう人間かどうか微妙な連中は基準にしちゃいけない。そもそも綱手も前衛でゴリラしながらヒーラーになれる化け物なのよね。三代目とは別ベクトルで化け物。
医療忍術使えても死んじゃったら意味ないから生き残れるように強くとか脳筋の極致。今思えば初代以外結界限界を持たないホカゲって他里から見たら異質に見えるのでは？柱、待て合わせしようぞ。まあ、柱魔の木遁も混合如意ならどうにかできるかも。混合如意ってなんか貴族性特攻あるのよね。フィジカルはあっても政治力はね。一度引退したのに引っ張り出す方が悪い。断層の劣等感が刺激されまくる。ブドウ玉も4つ以上の性質変化によってできてるって一瞬で感化したりとプロフェッサーの名に恥じないぐらい観察眼もすごい。師匠は数秒で術の効果まで全部感化したけど、この指定怖すぎでは？三人の、綱での師匠だしな。怪力チャクラコントロールくらいやるんじゃね？手裏剣影分身好き。前世紀なら二大名城でもおかしくない。ナルト助けるシーン好き。ナルトがじいちゃんって言ってるのもいい。水晶での遠見も地味にチート。すべての術が使えると言っても、連動には差があると思う。飛来針の術を使わないし、卑劣様並みの連動があったら港じゃなく、直弟子の三代目と連携すると思う。壊しても神器の再生が早すぎる、ナルトが助けられない。ってやった後に、平然と再生速度を上回るスピードで腕力だけでボコボコにするジジイ。かっこよすぎる。オロチマルも術で翻弄して近接で仕留めるのが本来のスタイルなのはヒルゼンへのリスペクトよね。あの世じゃなくてこの世で再会したし、なんならどうやったら死ぬのかもわからんよあの蛇。卑劣様の暗闇にする幻術を、これはやばい、とか言いながら嗅覚だけで二人を捕まえるのも地味にすごい。あんた69歳でしょ。あの体格で如意棒担いでる姿が意外とすごい様になるのよね。如意棒というか閻魔がフィジカルクソ強の可能性もあるのでは？ヒルゼンはそれをうまくいなしながら動かしているようにも見える。つまりパワーではなくテクニックで使っている。三代目のスタイル受け継いでるの地雷やだよな。多彩な技、戦法による強打撃。バグキャラ初代がいなけりゃ最強扱いは何も不思議ではない。こんだけフィジカル強くて全ての忍術使えます。まあ最強って言われてもおかしくはないかな。初代の柱間がいなければ。ガチれば結界限界使えそう。なぜか前世紀じゃなくてジジイになってからしか描写されてないからな。口寄せで一番テンション上がったの三代目の猿なのは間違いないやろ。ファンブック曰く最強口寄せだからな。間違いなく勝湯には勝てんけど。港が使ったのを一回見ただけの式風神を完コピできる頭脳もある。三代目ホカゲの孫でナルトが師匠矢印こいつがボルトで微妙だった理由。如意棒で木を削り切ることができるの地味に強い。実際全属性使えるのっておかしいやろ。戦争編だと全くの役立たずだったよな二代目。初代と二代目は前世紀バリバリで召喚されたのに三代目だけヨボヨボのジジイ状態だからな。全属性どころかこの歯にある術全部使えるんやろプロフェッサーは。冷静に考えて全部の半端に使えるくらいなら港みたいに尖ってた方が強いよな。手裏剣影分身とか器用なことするよね。死ぬ気なら八門遁甲使えたんだろうか。前世紀の体術を見てみたかった。右往の衆の術の護衛やってたの本当にもったいないと思う。このハマルが手裏剣影分身や排斥書を使うのはサルトビの地感じさせて好きなんだ。三代目別にシャリンガンとかないから純粋な反射神経と動体視力で相手の術見切って即席モノマネ決めてるんだよな。強すぎるから転生された時置いたままだった。